第19試合女子フェザー級ワンマッチ62キロ以下チャンヨタ VS サーチム戦に出場されたサーチムさんです。まずはお疲れ様でした。試合が終わった直後ですが、今の気持ちはいかがですか？はい、いや今日結構余裕かなと思ったんですけど、結構チャンヨタちゃんストレートのパンチ強いですね。それで結構一発目で耳おかしくなっちゃって、それで一回混乱してわけわからなくなっちゃいました。今日強かったです。チャンヨタちゃん強かったです、はい、それでもサーチム選手は絶対に頼れなくて、すごい激しい打撃の打ち合いを最後までされてて、すごいなと思ったんですけど、負けたくないです。次の課題とか使います？次の課題、まあ、もう一回悔しいんで出たいと思います。ブレイキングダウン7があったらぜひ出場したいと思います。ありがとうございます。それでは最後に応援してくださっているファンの皆さんに一言お願いします。今回たくさんフォロワーの方たちとか応援コメントたくさんありがとうございました。負けてしまったんですけど、また何かに新しいのに挑戦してまた上に上がっていきたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。